だからいつもより濃くなっちゃうのね、メイクが。だからびっくりするよね、この顔。確かに これでも落としたもんなんだけどね あ、舞台見ましたって、迫力あってかっこよかったよ、ありがとうございます、嬉しい。もうなんかいつもこうツイッターで最近載せてるんですけど、本番終わったら今日もありがとうとかツイートができるぐらいの、やっと余裕はないけど、なんかそんぐらいの、まあ、ちょっとした余裕か、でもそれってが出てきたので、最近ね、初日とか投稿できなかったんだけど、なんか写真とかも撮れず、最近撮れるようになってきたので投稿してるんだけど、そこでね、なんか舞台の感想とかをくれるのがすごく嬉しくて励みになってます。ありがとうございます、たくさん 本当にね、でもなんか皆さんの感想で、っていう、なんか助かってます、ありがとうございます。今日の夜公演で写真撮ったよって、ありがとう、よっしゃ、よかったよ、だって嬉しい、ありがとう。そう、今日はね、そうライブパートをすみれちゃんの衣装でいただいたんですけどね、なんかね、どうでしたか その感想はあんまり来ないけど なんか好評だったらまたすみれちゃんの衣装着ちゃおうかな、ライブのとこね。ありがとうございます。あ、メンチありがとうだって、メンチ合戦 こちらこそありがとうございました。明日はそう、夜公演だけ、4月1日ゲストはゆいりさんですね。何を言うんだろう、なんか一昨日だったかな、見に来てくださってて、でもお話できてないから、そう見には来てくれてたから、そうね、何を言うのかも楽しみだなと。ゲストパートがあるんですけど、知らない方もいるかと思うんですけど、ゲストパートもすごく楽しみで、なんとね、そう「マジムリ」の舞台 DVD が DVD ブルーレイか、ブルーレイの発売決定したので、皆さんぜひ予約してくださいね。はい、そう、声張ってるから、そのなんか若干ね、かさってるよね カサカサしてるんですけど、そう これもケアしてるんですけどね、追いついてないっていうことなんでしょうか。気をつけます、まだまだ。でも今日ね、ほんと13公演全部であるんだけど、7公演目だったのかな、今日の夜がね。あっという間なんですよ、やっぱあっという間にこの3月の分終わっちゃったんだなと思って、あとはもう4月の4日間、4日間で終わるんだって思うとびっくり。明日は1公演で、2日3日が2公演で、最終日が1公演、公演数でいうとあと6公演残っておりますので、よろしくお願いします。ねえ、早いよ舞台、そうなんだよ、明日から4月だって、それもさ、びっくりするよね。やっぱ3月はずっと舞台の稽古だったし、お稽古だし、まあ今も舞台中だし、あっという間に、あっという間だったのかな、まあ、よくよく考えたら、まあ確かにしっかりとした3月だったなっていう思いではあるけど、そう、もう4月ですからね。それであれですよ、ショールームで言うのは初めてですけど、熊本ツアーがね、あるんですよ、皆さん。決定したんですよ。ね、嬉しい。ということで、みんな来てね、熊本ツアー。もう全力で行っちゃうからね、ほんとぶちかましちゃうからね、ってことで、もうすごく楽しみにしてたので、詳細の発表まだですが、だって、まだだね、多分ね、そうだね。で、先に
あ、5月1日熊本で、5月4日が神奈川で、5月22か3 あれ23だっけ、23でミーサのソスコンとチームメイトのファイナル、神奈川ファイナルと、あとは AKB の単独、ここも3本私参加させていただくので、ぜひ全部来ちゃってもいいですし、この声見たいなって思うのがあればそちらに来ていただきたいなって思うんですけど、あれ5月4日今神奈川って言った私、茨城です、すいません、間違えちゃった、そう茨城、はい、そう多分私は5月1日の熊本と多分神奈川の参加となると思うので、はい、皆さんどちらもよろしくお願いします。そう、熊本盛りだくさんなの、本当に盛りだくさんだと思う、セットリが、セットリだってセットリが盛りだくさんだから、もう楽しみにしててください。セットリ変えるのって、あ、本来考えてたのをちょっといじくりました。うん、まあ、もう熊本はで確実に出ます、出ますよ、はいよろしくお願いします。茨城は多分出ないと思います。うん、多分多分ね、前回その発表されてるメンバーじゃないのかな、あ、そういうわけでもないかもしれない、ベースではあると思うそう、まだでもメンバー発表されてないのでね、皆さんまだ待っててください、そんなせかせないで。ファイナルの神奈川はみんな出ると思うので、で今あのファイナルもあの神奈川公演とか、あのそのピアアリーナのチケットは実際受付中ですので、チェックしておいてくださいね、お願いします。うん、楽しみ楽しみね、あっという間に、なんか舞台終わってからね、気抜けないっすね、なんか気抜けないなというか、そう4月もなんか準備でたくさん、そうだね、いっぱいいっぱいというか、いや頑張っていきたいなと思います。そう、なんかね、あ、熊本のね、前日とかにもオンライン話し会があるんですけど、お話し会も皆さんお待ちしてます。でもなんかオンラインだったから、そう、よかった、なんかどこでもオンライン話し会ってできるから、ある意味あの携帯が使える環境であれば、うん、周りとか気をつければどこでもお話し会参加できるからさあの熊本についてお話し会参加してもいいですし、はい、ぜひ話し会取ったけど熊本行きたいって方はどっちもできると思うので、ぜひよろしく。私たちはなんかちょっと忙しそうだけど頑張ります、はい、うん、熊本から参加しましたって嬉しい、よろしくお願いします。ゴールデンウィークで、ね、だから休みどうなんだろう、みんな取れるのかな。でもあの熊本もね、紹介したいところたくさんあるから、ぜひあのツアーの日も1日もそうだし、2、3とかも熊本でみんな旅行できたらいいな。だからみんなが行きたいって思うような場所というか、私もピックアップして紹介、 YouTube で紹介しようと思ってるので、引き続き YouTube チェックしておいてください、よろしくお願いします。はい、ツアーの話してますけど、まだまだ舞台は続きます。4日間、まずは舞台千秋楽までよろしくお願いしますお願いします。今日大人っぽいね、だって本当にメイクが濃いからじゃない、それって自分的には何もないんだけどね。でも髪の毛ね、見て、まあ、いつもねショールームで髪の毛の話しちゃうんですけど、お団子ができるようなあのね長さになったんですよ、髪の長さが。ポニーテールもできます、結構。そう、でも、うん、でもやっぱ最近下ろしてることが多かったから、なんか下ろしちゃうけどね。そう、まあでも今は舞台中なんでまあ来るよって方いますか、明日以降ね、1日2日3日4日ね、かなりエネルギーが使えますね、本当に。そうなの、だから3月全然なんかみんなにこうお話しするってか、こういうショールームもそうだしっていう時間があんまり取れなくていっぱいいっぱいでしたね。
いやまだ続くんですけど、終わったみたいなテンションで言ってるんですけど、なんかまだまだ続きます。でちなみにあの千秋楽の4月4日はあの配信あるので、皆さんぜひ配信でも見れます。チケットね取ってないのよっていう方いたらぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、あここ、いや現在地、現在地これあれです、家じゃなくてそう YouTube 撮ってたから、はい、会社です。会社って言い方でいいのかな、そうなの、うん、前髪切ったのって、そう切ったちょっと切りすぎちゃった、千秋楽にはいい長さになってたらいいな今日のなるちゃん体育祭の後みたいだって確かになんかいるよね、こういう頭のことさ、このこういうなんか全力で応援した子みたいな感じのこの声の感じね、確かにすごいね、あの上手、例えが、あ、はじめアットマークまじむり熊本公園祝い、お城ありがとうございます、熊本城ね、なんかもうめでたいとか楽しいことっていうか、そのこうみんなと何か、そうみんなとこう一緒にあの楽しめるというか、舞台もそうですし、こうお見せできるステージで立てるっていう機会がこうやっぱ徐々に増えててっていうか、こう舞台の後もツアーがね5月にちゃんとあったりとかね、すごく嬉しいので、はい、引き続きチェックよろしくお願いします。追っててね、私の情報を SNS なのなんだのなんだので、うん、お願いします。うん、あ、ビッグワンガールズ買いました、そうだやばい、ビッグワンガールズ、ビッグワンガールズ、あれビッグワンガールズ今日発売ですっていう、やばい、ツイートしてなかった、言うことが多すぎて忘れてた、そう今日ね、あのマジムリのこととチームメイトのことを、ゆいとりんちゃんと3人であのお話しさせていただいております。あのそれはそうだね、なんかちゃんとねあの写真も撮っていただいて、なんか可愛いあの写真、可愛い衣装を用意してもらってて、なのになんかファイティングポーズしてて、ちょっと謎、どうなんだろう、どれを使われたのか私もまだね本誌見てないんですけど、ちょっと楽しみにしてます。はい、皆さんビッグワンガールズ、あ、やばい、なるちゃんが宣伝しないから買い忘れた、だってそれは本当ごめんなさいぜひチェックよろしくお願いします。舞台見に行く前に買ったよ、だって、おーすごい、はい、よろしくお願いします。はい、なるちゃんの言うゆいゆいのこと、そうゆいのこと明日買います、買いに行きます、ありがとうございます、よろしくお願いします。そう、電子書籍で買いました、だって現代だな、確かにあるんだね、はあ、とりあえず皆さんよろしくお願いします。はい、ということで15分ぐらい経った、はい、明日もリハーサル、午前中リハーサルがあったりするので、今日も早めに帰って寝て体を休めたいと思います。はい、ということで短い時間でしたけど、ショールーム見てくれてありがとうございました。鍵見つかったの、だって見つかってるよ、大丈夫、そうそう、皆さん YouTube 見てね、この後投稿しましたので、新しいやつ、はい、ちゃんとあの充電もします、はい、充電します、はいではパパパッと壇上の方読み上げます。13位 TK トンからとまくタイのうなとり丼さん、12位トーヤさん、11位香港の春馬、三種の神アットマーク三種の神器、携帯財布充電器ですね、大事です、よろしくお願いします。10位カイザーさん、トマークタイ、タイありがとう、5分か。9位ジップさん、8位プチココさん、7位ハイヤー03さん、6位新平アットマーク楽しむがいっぱいでルンルンです、ルンルンだね、これからも、
5位渡り、アットマークあずきさん、合ってるかな。4位ヘムタカ、アットマーク明日行きます、お、よろしくお願いします。3位、どんぐりこ、アットマーク今日初めてヤシャ見たけど怖かった怖かったは褒め言葉だよね、ありがとうございます。2位タートシ、アットマーク2回入りました、ヤシャと百鬼夜行推し、お、体調気をつけてありがとう、鬼だね鬼。1位はじめ、アットマーク舞台ファイト、熊本行きの飛行機とお宿も確保済みです、おー、行動力さすがでございます。皆さんもぜひお早めによろしくお願いします。はい、ということで短い時間でしたけど見てくれてありがとうございました。ではおやすみなさいみんな、またね、バイバイ。